青木恵美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様こんばんは、料理カウンセラーの青木恵美です。こんばんは、佐々木千明です。今回も始まりました、このラジオで婚活と料理についていろいろお伝えしていくこの番組、愛され召し上がれは、婚活は料理レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、愛され飯協会代表で料理カウンセラーの青木恵美さんが婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、最新調理器具情報などについてのアドバイスや情報などを提供していこうと思っております。この番組をお聞きいただいているリスナーの皆様に、まあ、少しでもね、婚活、料理、女性らしく生きるヒントなどをお伝えできればと思ってますので、今回もどうぞよろしくお願いします。それでは早速一つ目のコーナーへと進めていきたいところなんですが、ここね、何ヶ月か前からオープニングトーク恒例になりつつあって、個人的にはもういそのことをコーナーとして確立させたらいいんじゃないかと思うんですが。なるほど、また来ましたね。はい、またまたなんですよ、ね、以前からこう申し上げております通り、チームの代表としてですね。チーム、はい、チーム、はい、何のチームですか。あれですよ、料理苦手チームの代表としてですね。なるほど。今月もちょっとこうオープニングトークの時間をいただいてお伺いしたいと思うんですけれども、料理について今更聞けないことパート3ということで、今回はちなみにお肉、特に牛肉です。あ、牛肉どうぞ。はい、よろしくお願いします。そもそもですね、そもそもですよ、牛肉は豚肉に比べてなんであんなに高いんでしょう。確かにね、スーパー行った時気になりますよね。なります。牛肉って、はい、まあ値段、理由聞いたら納得だと思うんですけども、はい、まず育つまでに時間がね、はい、豚さんって半年ぐらいで育つんですよ。へ、だけど牛ってね、2年ぐらいかかるんですね。そんなにかかるんですか。そうなんですよ。ということはですよ、2年間のご飯の代金もかかるわけじゃないですか、はい、でそれだけ分手間もかかるということ でさらに体の大きさも違うので、はい、食べる量も多いと、牛さんの方が、というような点から、はい、値段がね、どうしても金額が高くなりますし、はい、あとはですね、1回の出産で何頭を産むかっていうところにも関わってくるんですね。なるほど、牛さんは1頭、うん、で豚さんの場合には10匹、結構たくさんね、はい、いますもんね。なのでここがね、やっぱどうしても値段の違いになってくるんですね。そういうことですね。すごい納得しました。ならしょうがないねってなりますよね。しょうがないかなと思いました。あとはですね、サイコロステーキ用っていうね、お肉売ってると思うんですけど、その時に見かける成形加工肉ってで何ですか。そう、これ気になりますよね。確かにね、成形加工ってなんか加工されてんの大丈夫って心配になる方もいると思うんですけれども、これそのまんまだと商品価値がないとされているような骨の周りにあるね、お肉を削ったりとかして、でそのお肉を柔らかくして、でくっつけたか、くっつけたもの、これが成形加工肉っていうものなんですね。そうなんですね。なかなかね、これ、自分では買わないわっていう方とかでも、安いね、お店だったりとかすると、はい、それを使ってハンバーグ作られてたりすることもあるので、食べてることが結構あります。そうなんですね、すごいなんか安心しました。はい、ありがとうございます。で3つ目なんですけど、細切れ、ね、あと切り落とし、なるほど、この違いがいまいちよくわからないんですよ。確かにスーパーではね、両方とも置いてありますよね、で金額も安いので どうなのってなると思うんですけれども、これね、細切れって、いろんな場所の、お肉のね、ももだったりとかバラだったり、いろんなところがあるんですけど、この切れ端を集めたものなので、厚みもね、バラバラなんですよ。だから細切れ。そうです。で、切り落としっていうのは、ももだったらもも、バラだったらバラっていう場所がもう特定されていて、で切れ端なんですけど厚さも均一なんですね、ここが違いになります。そうなんですね。このね、部署というか部位が書かれてるものもあれば書かれてないものもあるんですけどね。そういう風に 見分けたらいいんですね。なるほどなるほど。あとはですね、お肉、これ皆さんもね、きっと知りたいんじゃないかなと思うんですけど、お肉を長持ちさせる保存法、これ知りたいです。これですね、はい、本当に
2つかなと思うんですけども、2つ、まず1個目は、はい、お肉を空気に触れさせないこと、はい、なので買ってきたら必ずね小分けにして、うん、でラップぴったりとかしてもらって、はい、袋に入れて冷凍するという方法が1つですね、はい、でもう1個はあの塊だったりとか、はい、どっちにしろ下味をつけて漬け込んで煮込みますなんていう場合には、はい、もう下味してでその液体ごと冷凍しておくという方法。あ、え、そうなんですか。これはですね、はい、味染み込みますし、長持ちもねしやすいということで、意外でした、うん、なんかこう調味料と合わさることによってなんかちょっと劣化しちゃうんじゃないかなみたいな勝手な思い込みがあったんですけれども、あ、そうなんですね。お肉は大丈夫です。これはぜひねちょっとあのお料理するときすごい簡単というか気軽にできそうですね。ここまで下味までつけてあったらね。そうですね、料理は、まあ、時間は短縮できますよね。そうですね、時短大事ですからね、ありがとうございます。あとはですね、今度冷凍しました、でそのお肉を美味しく食べる方法ね、これ知りたいですよね。そうですよね、あの一番ベストなのは、はい、冷蔵庫でゆっくりと解凍することです。へえ、まあとは言ってもね、結構こう電子レンジ解凍をねすぐってなるとそうなっちゃうと思うんですけれども、はい、まあどちらにしてもね、あの冷蔵庫で解凍する時にも電子レンジで解凍する時にも気をつけといた方がいいポイントとしてはですね、はい、完全解凍するのではなくって、完全解凍の直前であの取り出してすぐに調理をするという方が美味しく出来上がります。そうだったんですか、完全解凍しちゃうとですね、肉汁がたくさん出ちゃうんですね、はい、だから、まあ、直前のものを使った方が美味しく料理が仕上がってきます。なるほど、まだお肉に肉汁というかがまだ入ってる状態、そうです、もうできちゃってない状態でね。あ、なるほど、使ってください。いやこれは知りませんでした。完全解凍するまで何回も電子レンジしてました、私そういうことだったんですね、ありがとうございます。だいぶね牛肉について今日ね詳しくなったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、では今注目の婚活料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきたいと思います。青木由美さんは千葉県のご出身で調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得、その後専門学校でアシスタント、そして講師としてご活躍の後2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて女性が心、時間、経済に豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。ありがとうございます、はい、そして今お話しさせていただいております私佐々木千晶と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様、他の CM などにも出させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。こんな2人で今回も楽しくためになる情報などについてお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは初めのコーナーは今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ませている、料理は作ってみたいけどなかなか習いに行く時間がないなどお悩みの方々に青木由美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さんお願いいたします。前回はね、はい、あのレシピを見ないで作るというステップをお伝えしてきたんですけれども、はい、聞きそびれたっていう方とか、内容なんだっけっていう方はですね、あの YouTube に再編集版がありますので、ぜひ愛され召し上がれでまず検索してみてもらいたいと思います。お願いします。で今回はですね、はい、切り方の質を上げるです。お、切り方、切り方です。なので今回ね、はい、切り方のポイントをお伝えしていこうと思ってるんですね、で切り方身につけるって今更最初じゃないのって思いますよね。ですよね。あの料理やらなきゃ練習しなきゃって思う方って大体この基礎をね最初にやんなきゃいけないんじゃないかなって感じるので、はい、だから面倒くさいな難しそうだなって思って遠回りしちゃうんですよ。そうですよ ね地味な作業ってね一番ちょっと嫌だなって、ね、懸念しますよね。はい、
なので、うん、一番最初はねこう楽しむっていうことを優先させた方がいいんですね。で楽しければ最初はまあまあ何でもいいかって思ってほしいんですよ。あなるほど。で、まあ、確かにね切ったサイズがバラバラだったりとかすると、まあ、加熱した時にねこの野菜は火が通りすぎててこっちはなんかまだちょっと火通ってないとかっていう、まあ、ばらつきは出るんですよ確かに、はい、出ますね、だけれども、はいまあ、料理の練習って自分が食べるものなので、まあ、そこも含めて最初は楽しいねって感じた方が、まあ、また作ろうって思えるんですよね。なるほどね。そして人に食べてもらうまでの間に上達してもらえれば OK です。はい。なので、まあ、これまでにね、うん、紹介してきたステップでちょっとずつもう料理に慣れてきたっていうところで、はい、今度はね時間短縮と、はい、味をさらに美味しくするために切り方にこだわっていくということです。うん、確かにそうかもしれませんね。料理ってね時間がかかる原因っていくつかあるんですけれども、はいまあ、例えばねレシピを何回も見てるから時間がかかるとか、はいまあ、何度もねまな板洗って無駄な動きがあるから時間かかってるとか、はい何度もあの何品もね同時に作る時に献立が全部こう茹でなきゃいけないからお鍋待ちみたいなねでそういう組み合わせが悪いとかね、はい、まるで私のことを言われてるかのようでしたまあ、こういうねいろんな理由があるんですけど、はいまあ、このうちの一つがやっぱ切り方にね、はい、あの時間がかかってしまうって言ったところなんですよ。はい。でレシピ見ることとかあとはまあ組み合わせに関してはこれまでのステップをね、はい、クリアしてもらえれば解決ができますので、はいまあ、今回切り方というところであの一番大事なポイントなんですけど、はい、これね野菜切るとかって言った時に、はい、大事なのは包丁を持っている右手だと思ってる方とても多いんですよ。あ切るんだから右手でしょ包丁でしょって思うんですね。そうじゃないんですか、うん、これね左手の方が大事なんですよ。ね、あの右利きの方が多いと思いますので、はいまあ、包丁を持つのが右そして押さえるのが左手っていう前提でお話しさせてもらうんですけど、はい、左手がね指令出しているので、それで右手が切る場所っていうのを指定してるんですね。あの恋愛で告白してもらうための駆け引きと思ってください。ねはい、あの駆け引きってあるじゃないですか。ありますね。で告白してもらうためにもただ待ってるっていうだけじゃなくって、はい、告白してもらうためのメールを送るとか、ね、なるほどこれと同じこれ左手が頑張ってるから右手がついてくるんですよ、はい、あそういうことなんですね、うん、すごいちょっと分かりやすいなって一瞬思いましたで左手って野菜を押さえるだけじゃなくって、はい、包丁にぴったりとくっつけてあげてで切る場所を指定してあげてるんですね。あなるほど。で包丁の方はもう一定の幅で動かすことで、はい、同じ幅に切ることができるので左手がね包丁から外れてたりとかすると、うん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 、どこ切っていいか分かんなくなったりとかね太くなったり細くなったりしちゃうんですね。なるほどね。なのでねあの意識するべきは包丁持ってる右手じゃなくて左手です。いやこれはちょっと意識してなかったかもしれないですね。これ切り方とか切るって綺麗に切らなきゃって思う方とても多いと思うんですけど、はい、綺麗に切る必要は特にないんですね。あそうなんですか、うん、これね切るって目的があってですね、はい、あの切るサイズを揃えてあげることによって、うん、味とか火の通り具合とか食感を揃えて美味しくするために切っています。なるほど、うん、だからね綺麗っていうのは特に気にしなくていいですから。そういうことですね。ね、切る練習っていうのをちょっとやってみてもらいたいなと思います。いやそういうことですね。実際こうやっぱ綺麗に切らなきゃでもなんで綺麗に切らなきゃいけないのかがわからない、と思いながらやっていたからなんか別に、ね、包丁使うのめんどくさいなとかって思いがちなんですけど、これ美味しい料理を作るために切ってるんだって思ったらちょっと意識変わりますよね。ちょっとやろうかなってなりますね、思いますよねちょっとこだわっちゃおうかなって思っちゃいますもんね、ああそうなんですね。すごくこう切り方というところで本当にね青木さん先ほどおっしゃってましたけど本当に初歩のところでね飛ばしがちなところだと思うんですよね、けどすごい基礎ってやっぱり大事なんだなっていうことをね今回すごく感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。はい、そしてですねこのコーナー含めこの番組の模様は、ね、あの先ほど青木さんおっしゃっていただいたように本日
放送終了も約1週間程度でですね、再編集映像配信版として YouTube にアップいたしますので、ぜひ皆さんねご覧になっていただきまして、チャンネル登録していただきましてですね、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。ぜひお願いします。はい、以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして、皆さんお聞きの放送、愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋のコンビでお送りしております。さて、続いてのコーナーはタイムリー企画、秋の味覚を使ったお手軽レシピということで、秋といえばですね、とにかく美味しいものがたくさんあります。確かにね、芋、栗、かぼちゃ、サンマにキノコ、甘いものもおかずでも美味しいものが多いですよね。そうですね、というわけで、今回はそんな好きな秋の味覚について、あるサイトのランキングをもとにトップ10をご紹介させていただきます。はい、とともにですね、ランキング上位のものについて由美さんが独自のオリジナルメニューを作っていただき、そのお手軽レシピまでご紹介していただこうという、はい、文字通り食欲の秋にちなんだ盛りだくさんなコーナーとなりなっております。お腹空きそうなコーナーですね。そうですねはい、それでは早速いきたいと思います。好きな秋の味覚トップ10、10位リンゴ、9位ブドウ、8位かぼちゃ、なるほど、7位きのこ、いいですね、6位梨、美味しそう、はい、そして5位は柿、なるほど、ね、で4位が松茸です。おー、4位なんですね。はい、松茸が4位です。そして第3位サンマです。あー、いいですね、秋ですね。ね、サンマなしに秋は始まりませんよねと思う方もね多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、じっくり焼いてこう大根おろしとお醤油でいただくのがやっぱ最高ですよね。美味しいですね。で、あの毎日でもこうね、この時期は食べたいななんて思うね食材かなと思うんですが、確かに、はい、そんなサンマに僅差で2位になったのがこちらです。さつまいも。おお、僅差なんですね。僅差ですよ。人気ですね。はい、シンプルにね、ホクホクの焼き芋、そしてふかし芋、ね、スイートポテトとか大学芋とか芋けんぴとかね、わーいっぱいね、本当にありとあらゆる調理法で私たちの甘いものが食べたいという気持ちを満たしてくれるさつまいもが見事2位になりました。なるほど、はい、街中でね焼き芋の香り嗅ぐとね、無条件に食べたいなって思っちゃうんですよ。そうですね、いい匂いですよね。でまたこのさっくり さっぱりホクホクした感じのものから、ねっとり濃厚なものまでいろいろありますからね。確かに、はい、そして堂々の一等堂の1位、なんと栗です。おー、はい、あのモンブランをはじめとした、まあ、ケーキにしてもよし、あとカフェでマロンラテ飲むのもよし、まあ、ご飯と炊き込んで栗ご飯、これもねいいですよね。あとはシンプルに天津甘栗で自然の甘みを味わってもよしと、本当に様々な用途で使えます。確かにいろいろありますね。ね、でこの季節になるとコンビニスイーツでもやはりね、さつまいももしくは栗使ったものかなり多く出ますよね。いっぱい見ます。ね、ということで由美さん、この中でどういったメニューを今回お考えいただきましたでしょうか。ちょっと今回ね、はい、以前パーティーでね、はい、出したら、あの大人気で即売り切れってなった、サンマ使った、ね、メニューを思い出したので、サンマ、このねサンマのレシピをご紹介していこうと思います。 お願いします。実はかなり簡単です。すっごい簡単にできちゃうお料理なのですごい知りたいですねもうこれだけって思って覚悟して聞いてください。はい、はい、お魚なんでねちょっと難しいかなって思っちゃいましたけど。ですよね。はい、サンマのかば焼き丼です。あ、かば焼き丼、これね、まずサンマ、まあ、2人分だったら2尾あった方がいいかな、はい、でお醤油、みりん、お酒を各大さじ2杯ずつ、あとはご飯があればいいんですけれども、はい、サンマは3枚おろしにするか、はい、ちょっとお魚さばけないっていう方は、スーパーでサンマおろしてください、さばいてくださいって言ってもらえれば、はい、やってもらえますので。あ、そうなんですね。もう切り身の状態で買うことが可能です。そしたらですね、お家に戻ってきて、はい、サンマに小麦粉を薄くつけてもらって、はい、余分な粉をはたき落とします、はい、そして油をひいたフライパンを、まあ、弱火から中火で温めてもらって、はい、サンマの両面焼いてください。両面、はい、そしたらですね、もう両面ね、さっと火が通ったなと思った瞬間に、すぐお醤油、みりん、お酒をですね、はい、全部入れてもらって、はい、で強火にしてですね、煮立てるとだんだんこのタレ、とろみがついてきます。あ、なるほど。これでね、かば焼きが完成するんですね。おお。なので、はい、あとはね、ご飯の上に乗っけるだけということで、まあ、大葉とね、一緒に盛り付けたりとか、ネギ散らしたりとかすると美味しくなります。
あ、本当にこれだけですか？これだけなんですよ、これだけすごい簡単、焼いて乗っけるだけみたいなね形で丼完成します、はい、いやこれはね、あの私一人暮らしなんですけど、うん、一人暮らしの人でこうお魚を焼くとか、ね、何か結構めんどくさいんですよ。そうです ね、うん、なんですがこれだったらフライパンがあればできちゃうんだなっていうのが私の個人的な感想。確かに、はい、お魚焼きグリルを使うよりもフライパンの方が楽ちんですしね、うんうん、そうですね。で旬のサンマが食べれるというところでね、でいいなというふうに感じたんですが、まあ、あの三枚おろし、三枚おろしが、まあ、実際、ね、そのお店でもやってくれるかもなんですが、やっぱこちょっと自分でもできるようになりたいなっていうところがありまして、できたらねかっこいいですしね、はい、かっこいいですよね、うん、結構難しいですか？そうですね、ちょっと難しいか、ちょっとねコツがいるんですよ。じゃあこれからですね、うん、私も ねステップアップしていって、まずはこう料理にね慣れていきながら、じゃあちょっと次のステップで、そうですね、はい、ぜひ聞かせていただければ、うん、いいかなと。料理が楽しくなったくらいにやっていくといいんじゃないかなっていう、よし頑張ろうありがとうございます。はい、ではですね、今回あのタイムリー企画ということでさせていただきましたが、ね、旬、まあ、秋といったら食欲の秋なんでね、皆さんもぜひこのサンマのかば焼き、ね、作ってみてはいかがでしょうか。やってみてください。はい、以上タイムリー企画、秋の味覚を使ったお手軽レシピのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りいたしますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。まあ、今回ね、はい、秋の味覚ということでね、美味しいものが次々出てきたのでちょっとお腹なりそうです今。いや本当ですよ、危険です ね、いいですよね。多分今日帰ったらいろいろ食べちゃうんだろうなね、あの私のね青木由美の SNS とか、はい、あとはインスタグラムなどにもですね、はい、いろんなコーナーでねご紹介させていただいたお料理の画像なんかもアップしてますので、はい、ぜひチェックいただければと思います。はい、まあ、あのね本当に今回もねその秋の味覚というところでなかなかこう分かってはいるものの、なかなか全てにはちょっと手を出しづらいかなみたいなところが正直あったと思うんですけど、まあ、サンマね、食べたいけどどうしようってね。そうですね、お魚ちょっと苦手かなみたいなね、うん、意識がありましたからね。やっぱね美味しい時期に美味しいものを食べてパワーアップするっていうの結構大事かなというふうに今回ね改めて感じました。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、この番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。メールアドレスはinfo@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。